オハイオ州ランカスターにあった K マートの店舗。2016年閉店本校ではアメリカ合衆国における小売業の衰退について述べる。この現象はアメリカ合衆国ではリテールアポカリプスと呼ばれている。オンラインショッピングの台頭といった消費者の買い物のスタイルの変化によってアメリカ合衆国では4000件以上の実店舗が閉鎖を余儀なくされている。 感謝祭のパレードで有名なメイシーズや JC ペニーといった大手百貨店も100単位の実店舗の閉鎖を発表しているほか、J クルーやラルフローレンといった有名アパレルブランドも収益低下していることを報告している。この現象は教育費や医療費、住宅費の増加する一方で収入が減少することから中流階級の苦境とも関連がある。 シアーズは2010年代に全体の半分以上の実店舗を閉鎖した。少なくとも2010年から様々な経済的な要因がアメリカ合衆国の小売業界に打撃を与え、実店舗の大量閉店に追い込んだ。例えばシアーズは2010年の時点で3555件の実店舗を運営していたが、2016年の時点で半分以下の1503件まで、 運営数が減り、さらに店舗数を減らす予定であることを明らかにしている。また、シアーズと親会社を同じくするケイマートもピーク時に当たる2000年には2171件の実店舗を運営していたが、その後の実店舗数は750件を割り、さらに店舗数を減らす予定であることを明らかにしている。リテールアポカリプスという言い回しは、 家電小売大手の HH グレック、キリスト教徒向け書店ファミリー、クリスチャンストアーズ、医療品小売大手のザリミテッドといった複数の大手、事業者が事業の縮小や経営破綻を表明したことがきっかけで、2017年になって急速に広く使われるようになった。雑誌ジアトランティックは、これらの大型破綻をザグレートリテールアポカリプスオブ2017と呼び、9件の 大型ハタントルルレモンやスレティカ、アーバンアウトフィッターズ、アメリカン、イーグルといった医療品店の株価が最安値を更新したことを挙げた。大手多国籍金融サービス事業者のクレディスイスは2017年の時点で営業しているアメリカ国内のショッピングモールの店舗のうち25%が2022年までには閉店すると予測している。オンラインショッピングの普及 行き過ぎたショッピングモール出店、レストランルネッサンスの予想外の影響といった時代の変化が一度に現れた結果、アメリカ人の買い物スタイルを著しく変えてしまった。ザ・アトランティック港売り店の大量閉店の一番の要因はオンラインショッピングの普及に伴う消費スタイルの変化である。アドビデジタルインサイズは2016年における オンラインショップのホリデーセールの売り上げは前年度よりも11%増加したと発表しており、スライスインテリジェンスは同様の調査でさらに20%も売り上げが上がっていると発表している。その一方、実店舗での売り上げは全体で1.6%しか上がっておらず、百貨店については売り上げが4.8%も下がっている。もう一つの要因は、 ショッピングモールの出店方であり、1970年から2015年までの間、ショッピングモールの出店率は人口の2倍を超えていたが、2010年から2013年までの間、ショッピングモールの年間来場者数は毎年50%ずつ下がっていった。3番目の要因は、消費者が外食や旅行などに金銭を使うようになったことが挙げられており、この現象は、 レストランルネッサンスと呼ばれる。また、中流階級の没落がメイシーズやシアーズといった実店舗による小売事業を展開する事業者に大きな打撃を与えたのではないかと見ている者も,もいる。これに加え、2019年より流行した新型コロナウイルスが追い打ちをかけたケースもある。アメリカンアパレルは2009年から採算が取れない状態が続き、 2015年には連邦倒産法第11章を申請した。以下は2010年代に実店舗の大量閉店を実施した、または大量閉店を予定している事業者の一覧であり、経営破綻したものも含まれる。ありがとうございます。